ワダパーブ、ないし、バダパブ、ワダパブ、ワダパウ、ワダパオは、マハーラーシュトラ州に由来するベジタリアン向けの、ファーストフードである。この料理は、ポテトの団子の揚げ物を、ほぼ半分にスライスしたパーブと称される、パンのバンズで挟むものである。通常は、一種類以上のチャツネと、青唐辛子を一本添えて供される。もともとは、ムンバイの街頭で安く売っていたものが発祥であるが、 今では、インド各地の屋台のみならず、レストランでも提供されている。また、ボンベーバーガーという呼び方もあり、その起源とともに、ハンバーガーと姿が似ていることを伝えている。マハーラーシュトラ州では、ワダパーブは人気のあるスナックで、マラーター文化の一部であるとも言われる。マラーティー語で、文字通りのポテトの揚げ物は、バタタバーだという。これは、ポテトにあたるバタタと、 風味のある揚げ物のスナックである、バーダをつなげた言葉である。一方、パーブは、ポルトガル語でパンを意味する、パンに由来する。ワダパーブの起源について、最も広まっている説は、ムンバイ中心部の王子に工場が集まっていた地区で、発明されたというものである。ダダールのアショクバイディアなる人物が、1966年に、ダダール駅の前で、 ワダパーブの屋台を始めたのが最初だとされることが多い。最初期のワダパーブを売るキオスクはカリアーンの木キワダパーブだとされている。この店は1960年代の遅い時期に和酒が始めたもので、キオスクを構える以前には道路に面した自宅の窓、すなわち木時から自家製のワダパーブを客に渡していたことが店の名称の由来である。 この炭水化物の多いスナックはギランガオンと通称される地区の工場を労働者たちに供された。ロールパンであるパーブに挟まれたポテトの団子はギランガオンでたちまち評判となった。手早く作れ、安い上、混み合った列車の中でも食べることができないバタタバジと呼ばれるボンベイポテトとチャパティのコンボより便利であった。和田パーブは マハーラーシュトラ州に地盤を持つ政党シブセイナーと朝からの関係にある。1970年代に織物工場が閉鎖されることをきっかけにムンバイ中心部でストライキを発端とする混乱が生じた。シブセイナーはこの混乱の時期に地元の工場労働者たちの利害を代表する政党として設立された。当主のバールター・クレイは1960年代に マラーター人たちに起業家となることを呼びかけたが、これはすなわち南インドの人々が、ウルピ料理の店を出すのと同じように、食べ物の屋台を出すことを進めるものであった。シブセーナーは、物理的にも、思想的にも、街頭を占拠することを先導し、近隣住区レベルでのイベントとして、ワダパーブサメランと称する集会を開いたりした。この取り組みのテーマはその後も継続され、 2009年には、渋、ワダパーブが新たに導入された。ワダパーブに用いる調味料や材料の説明。ワダパーブはムンバイだけでも、地域ごとに多様なバリエーションがあり、ムルンドのクンジェビファー、ジャンボキングやゴリワダパーブのように、人気の高い大型ファーストフードレストランチェーンでも提供されている。ムンバイの外では、ナーシュクにおけるワダパーブの編集。 パーブ和田がよく知られている。毎年8月23日は世界和田パーブの日として祝われている。茹でたポテトを潰して細かく切った青唐辛子やニンニク、マスタードの種、スパイス類を混ぜる。これを休憩の団子にしグラムフラワーをまぶして油で揚げる。揚げた団子をパンのバンズに挟み、1種類以上のチャツネと素揚げした。 青唐辛子と共に共する。ありがとうございます。